英語教育科の可愛い2人が紹介いたしますので、はい、それではよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。子ども英語教育科2年神田夏樹と申します。同じく子ども英語教育科2年袖山沙耶と申します。子ども英語教育科では保育園に英語を教えに行ったり、キッザニアやハロウィンパーティーといって子どもたちをエアーに呼び、子どもたちが喜んでもらえるような行事を行っております。基本的に国際英語コミュニケーション科の人たちと授業を行っています。1年生でやっておかなければならないことは、英語のスキルアップと子どもたちの前で笑顔でいられるようにしておくことです。先生がいつも言っていることは、当たり前のことを当たり前にやる、明るく仲良く元気よくです。少ない学科ですけど、一人一人個性のある学科だと思っています。これからいい学科にしていきましょう。これで子ども英語教育科の学科説明を終わります。はい、ありがとうございました。